ラフマンデザイーラフマンデザイーは、イランエスファハーン出身の元同国代表の元サッカー選手。長年プレーしたイタリアでは、そのパフォーマンスから国防大臣の愛称で親しまれた。同胞のナーセル・ヘジャージー監督に見出され、地元のゾブ・アハンエスファハーン FC で5シーズン過ごした。2001年、イタリアセリエ A の AC ペルージャへ15万ユーロで移籍をした。その後、 セリエ B の FC メッシーナに加入すると、すぐさま主力として活躍し、同年のセリエ A 昇格に貢献。2004から05シーズンも変わらず、主力として36試合に出場し、昇格組みながら、中入りに貢献した。メッシーナ加入から3シーズン過ぎた頃、2006年8月の終わりに、同カテゴリーの AS リボルノカルチョと1年契約を結んだ。 2007から08シーズン終了後に放出されたレザエー、A、は2008年7月23日に UAE リーグのあるアハリドーハに同胞のラスールハ TV と共に1年契約で加入すると報じられたが8月になっても正式なサインをせずイタリアに残りたいと母国のメディアに語ったしかし自身が望んでいたセリエーのクラブからオファーは来ず セリエ B の数チームからのオファーが舞い込むものの、2部でプレーをするぐらいなら、母国に戻ることを選択し、7シーズン過ごしたイタリアを去り、11月16日に王者ペルセポリス FC と半年の契約を結んだ。2009年8月12日、34歳となった、デザインは1年契約、年俸70万ドルでカタールの昇格組、あるアハリドーハイ遺跡。2010年に、 シャーヒン・ブーシェフル FC と契約し、その半年後に、ペーカーン FC へ加入。2012年7月4日、現役引退した。2001年7月のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、イラン代表デビュー。2006フィ f ファワールドカップ、AFC アジアカップ2007と守備の要だったが、前者のメキシコ戦で、自身のトラップミスが起点となり逆転され、最終的に1から3で敗れた。 後者の大会後、2007年4月6日に代表引退を表明したが、同年12月に復帰する意欲を語った。2002年6月に結婚、2006年4月にイタリアの市民権を取得した。AB レザエ、セリエ、B i ズノ o t for m AB イラン、ラフマンレザエ、ムープス2カタール、SAL リー、リボルノが3人の DF と契約イラン S。 ヘリザエヘッズ 2UAE ラフマーンデザエイアイオントツー、ステイニータリーイランラフマーンデザエイズナウエーレットデザエイがカタールのあるアハリエイランボスルズディフェンジブブランダースメキシコ産の1イランラフマーンデザエイアイインテンドツー、リターンツーザナショナルチームスペシャルレポートオンデザエイエスウェディングパーティー、ブオンジョルノラフマーンありがとうございます